どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え本日で2月切りのオプションが終了しました。え皆様本当にお疲れ様でしたえ。今現月ね、開始早々からずっと下落、急落というようなターンで SQ までの残日数が半分切った後から ね、少しだけ、半値だけ戻すという、まあ、実にオプションの売り戦略には厳しい展開になったなという気がしています。で、今日は3月切りに向けて、昨日のチャートを見た、ね、回の、まあ、その後という感じで見ていますえ。ソフトバンクグループが今日決算を受けて、日経平均 EPS どうなったのかも含めてね、ぜひ最後までご覧ください。えそれでは早速2月の10日日経225オプション考察始めていきましょう。 はい。本日のメニューですが、チャートは今日も一目均衡表を見ています。ちょっとね、一目均衡表はえ、今日は基準線なんかを話をしたいなと思っています。そして、オプション手口、先物手口、今日の着眼点という形で見ていきます。はい。それでは、え今日2月9日の相場外況からですね、日経平均終わり値27,579円、295円高、プラス1.08%。 トピックスは1952.22プラス18.16プラス0.94%マザーズも今日はしっかり上昇して756.64プラス18.17プラスの2.46%となっています次に売買代金ですけれども今日またね3兆円をしっかり超えてきました東証一部3兆3824億円でマザーズは相変わらずですね1159億円というふうになっています 次に恐怖指数ですけれども、ビックスが大きく下げてきました。20.85です。で、日経平均 VI も、まあ今日300円近く上昇してますから、マイナス1.44ということで21.91と、まあ22を下回ってきたので、ある程度平常運転というかね、ボラティリティは平時に落ち着いてきたというような形になっています。 はい。それではここからは日経平均、冷やしのチャートを見ていきたいと思いますけれども、今日はこの足ですね。えっと、思った以上に強い上昇になって、まあ、直近の高値、ここをね、抜けてきました。で、えっと、黄色い移動平均線ですね。これが5日線です。ここが27,358円。そしてこの赤い、まあ、ね、急降下してきている25日線が27,760円ということで、 終わり値が27,579円ということで、まあ、間にね、挟まっているという形になっています。なので、やはりこのね、25日線にもあと60円とか、まあ、それぐらいまで来ていますから、週明け、ここをしっかりと抜けていけるかどうかという形ですね。まだでも25日線ね、これ、まあ、あの、下落基調なので、モメンタムだいぶ上昇してきてますけれども、これはまあ、昨日の動画でもお話をしましたが、ここからモメンタムはいっぱいいっぱいになってくるんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、 とということで今日一気にこの840円下げたところとここのね差だから急にまあ上昇してきて直近の高値をこう抜けてくるような勢いなんですけれども明日、明日じゃない、えっと週明けはもうここね570円ぐらいかな戻したところですから一気に今度ね安値がこっからここに切り上がってこことの差なので まあまあ、このあたりの株価のままであれば、モメンタムはさらにまたね、570円ぐらいちょっと下がってくるので、こっからさらに強く上昇していくためには相当上昇しないといけないので、まあ基本的にはモメンタムはある程度これで鈍化してくると。ただ、まあプラス圏にはいるので、まあきちっとね、戻ってきているという形で見ることはできますけれども、まあ今日大きく上昇したのはこの840円のね、下落の足による影響なので、あのまあ、週明けも えさらにプラスになれば、ここね、結構強いなっていう判断ができますけれども、まあ25日戦で叩かれるような展開になれば、まあモメンタもまたね、急,急激にゼロラインに近づいていくと。 いうことになるので、まあそのイメージは持っておいた方がいいかなと思います。ただ今日の上昇で、まあしっかりと5日移動平均線を超えて、まあ少し強さは見せているので、まあね、繰り返しますけれども、下がってくるこの25日点、これが27,760円で、週明けは720円とか、まあそれぐらいになってくるので、まあほぼほぼもう今の、ね、株価に近い。だからここを超えられるか、超えた場合は次はこの、 持ち合いですね。三角持ち合いの下に切り上げてくるラインが、だいたい今ね、これ28000円ぐらいの節目にこう上がってきているので、ぶつかるとしたら次28000円。そして直近の窓埋めが28130円ぐらいのところ。ですから、28000円と28130円っていうのが、この25日線を抜けた後の上の節目という形になってきます。このたり順に抜いていくと、この200日ね、28800円ぐらいにある この200日っていうところが、まあ少し視野には入ってくるんですけれども、まあまずは25日ですね。ここをしっかり抜けるかどうか、週明け見ておいていただければと思います。はいえ、次に一目均衡表の方を見ておきたいと思います。まああの今まではね、MacD のここの話をしてたんですけれども、一目均衡表で、まあずっとこの緑が基準線、赤いのが転換線の間でこうちょっと推移していたんですけれども、いよいよ基準線が あの下がってくるんですね。ちょうどこれ、えっと、基準線というのは26日の,あの高値と安値の足した半分の値をこうやってね、あのプロットしてると。で、なので、えっと、この 26, 本26日というか、まあ、26本分ですよね、1ヶ月ちょっとの中では、高値ここだったんですね。第8回の翌日、1月5日の高値と、それからこの840円下げた1月27日のこの下落のね、こことここの さあで、ずっとまあこの辺りからね、あの、高値と安値これ全然動かないんですね。こ、この間は。ちょうど26本前がこの辺からずっと来てますけれど、ずっとこの1月5日と1月27日の高安が動かないので、これ基準線ずっと真横なったんですが、いよいよ来週からこの足が取れてきて、え次ここになるんですよね、ザラバ、高値が。で、ずっと高値が今度ここになって、 で、ここになってっていう形で、まあ、徐々に切り下がってくるので、基準線は、ね、で、あの、安値はここを割らない限りは、安値はここなんですよね、当分。ですから、ま、上値が切り下がってくるので、基準線はこう下落してくるんですね、来週。ですから、その基準線を抜けるかどうか、基準線に沿って下落をするっていう流れになると、ちょっとね、来週、上値が重い。 っていう風な判断をしないといけないかもしれないということなんですよね。雲がまだ上にあります。それから26日前の地高線も、あのね、遠くにありますから、えっと、まあまあね、ちょっと来週は、今日ここですからね。ですからまあ来週もう一日あるので、えっと、来週二日目ぐらいから基準線下がってくるので、ここね、基準線をしっかりと上抜けていくという動きにならないと、ずっとね、これもう本当にあの、1月の十何日だ、1月の えっと、もう本当にこ、ここですね。1月の11とかに基準線を割り込んでから一旦戻すんですけど、結局ずっとその後、もうね、あの、1ヶ月以上、これ基準線の下にいて、上に出れてないんですね。ですから基準線が下がってくるのに合わせて、弱含むっていう可能性も十分にあるので、ちょっとそのイメージは持っといた方がいいかなと。一方で MacD は、ここ、反転してからね、これ2月の4日かな。 に反転してからずっと上昇してきていて、下値切り上げてくるということで、MacD の要点っていうところにもこれワークしてるということなので、ま、来週はこの MacD が引き続き要点してくる中での上昇と、基準線とか25日線が下がってきて、そこで跳ね返される27,700円ぐらいですね。基準線がこれ今には27,716円なんですね。だから下がってくると、ちょっとこういう風に下がってきますと。27,700円ぐらい。 に、えー、っと、ぶつかるので、そこを抜けるかどうかですね。25日戦も、もうそのあたりまで下がってきてますから、ちょうど節目がね、これガッチャンコなってますから、ここを抜けるかどうかがね、やっぱり来週月曜日、火曜日、あの、重要かなという気がします。 はい。次にオプションの手口ですね。えっと、海外勢合算から見ていきますが、今日で2月切りトレードが終了しましたので、もうこの残高を持ってトレードすることはできないんでね、さっと見ておきたいと思いますが、まあ今日上昇したんですけどね、一気にコール買いがもう、コールはもう本当にね、買い一色でした。しかも枚数が結構多いと。まあね、もちろん、あの、買い戻しによる、まあ、あの、縦玉の調整というか、 決済と、もう最終日ですからね。ということではあるんですけれども、ただね、コールの方は27,500円よりも上のところしっかりと、えっと、買いが積まれたような形になってます。で、まあ、プットの方はこちらもね、決済がメインということではあるんですが、やはりこのね、今 ATM が27,600円ぐらいまで上がってきてるんですけれども、ちょうどここですよね、27,625と27,750に関しては、プット売りのコール買い、 で、その上もそうなんですよね。これも全部、えっと、どっちも上ですね。プットを打ってコールを買ってるっていうバランスですから、つまり27,500円を抜けてきたあたりから、とりあえず S q 値はこれね、このまま行くとこのポジションも全部上ですから、28,000円ぐらいまではもしかしてあるかもね、と。 いうようなところに来ています。一方で、27,500円を割った場合も、まあ、プット買いを中心に、ここね、27,250に関しては、えっと、400枚から500枚ぐらい引き続き、えっと、プット買いのコール売りですから、今度はこっちは逆ですね。えっと、ベアシンセっていう形なので、こっちブルシンセなんですけどね。えっと、27,250よりも下っていうポジションも少しまあ残ってると。まあ、だいぶ今日もう決済されている部分はありますけれども、 ですので、まあ、27,500円よりも下っていう部分にちょっと、ただ、 ね、27,500円よりも上というポジションに、まあ、結構、えっと、ぷっととコール買いが残ったという形ですね。まあ、残高開示されてないので、本当に残ってるかどうかが分からないのがね、ちょっと難しいとこなんですけど、まあ、ただ、今週、特に今日の最後のところでもこういうポジションになってきてるので、まあ、もしかしたら SQ こっから夜間ね、今日もニューヨークしっかりと上げて、えっと、まあまあ、SQ がね、28,000円ぐらいの攻防になるんじゃないのっていうのが、のがこの辺りの ね、バランスになってきているので、ちょっと今日と、それからこのナイトの動きを見ていくと、もしかしたらね、ちょっと上の方の28000ぐらいの攻防になるかもしれない。ただ、SQ がちょっと28000とかね、上を目指しているのであって、その先はまたね、全くわからないし、まあその後、2月10日の22時半にアメリカの CPI がありますので、えっと、まあまあね、やっぱり難しいかなと思います。日本は3連休もあるし、CPI の後何も動けないので、 なのでまあね、あの、無理にもう、えっと3月切りを、えっと10日の日にね、立てる必要はないんじゃないかなという気はしています。はい、えー、次にゴールドマンです。ゴールドマンは結局最終日ですけど、まあちょっとコールを、まあね、買い戻しというか決済入れて、 プットの方はもうあんまりほとんど動かしてこないということで、最終的なバランスは変わらないままということになっています。で、結局 ATM がね、この27,600円ぐらいまで来た時に、27,625のプット売りを1,300名筆頭に、27,500よりもね、上のプット売りを結構積んでるという状況で、いよいよ ATM がここまで戻ってきたんですね。まあなんかね、さすがゴールドマンというのかどうかというとこですけれども、ですから、 えっと、SQ がただね、こっから下になってしまうと、まあ、元の木網というか、まあ、27,375にプット買いのコール売り400枚入れてはいますけれども、ね、やっぱり本質はこれ、これ上ですよね。あの、できれば28,000円よりも上ぐらいになってくれると、まあ、そこそこ、そこそこね、こう、取れるのかなということになってくるので、まあまあね、今のギリ、 ところだとギリギリなんですよね。これ万が一下に行くと全部これゴミになっちゃいますから、まあなんとかインザマネーになった上で少しね、上に行かないとプレミアムそんな取れないですからね。ですからまあまあやはりゴールドマンは28000円ぐらいまで行ってほしいなというようなところのポジションになってるんじゃないかなと。まあ28000円にね、これ残高あれですけど、420枚ねえ、もし本当に買い長であるのだとすれば、 まあまあ2万8000円までいかなくてもね2万7800円とか900円ぐらいでもまあいいのかなというところでまあいずれにしても今の ATM ねこの夜間の現時点の2万7600円付近よりももう一段2 300円上の方がいいという形で占めているというとこかなと思っています はい。えー、次にアムロですけれども、アムロは今日も、まあまあね、基本的には、えっと、コールはコール買いの方が多いと。特に2万8000円も上のところ、まあ、買い戻しがメインですけれども、 あのまあそこそこね、買いを入れてきた形になって、プットの方は、こちらはね、若干プットの方は売り長になっているのかなと、特に2万7千のプットを984枚さらに売り乗せして、まあ2万7千よりはもう下がらないといことで、まあね、最後のプレミアムを取りに来てるみたいな形にはなってます。で、まあでもそんなにもう2万7千でね、そんなにもうプレミアムついてないので、昨日のナイト入れたとしてもね。 はい。なので、まあまあ、あの、なんですけど、まあまあ、でもね、一応、2万七千から2万八千円で、2万7千500円近辺で決まればっていうのが、今のアモノのポジション。上も下もね、もう、あの、売り、コール売りもプット売りも、まあ、大量の売りで挟んで、プレミアムを取りに来ているようなバランスの中で、まあ、ちょっとコールは、売り物を決済したみたいな形ですから、まあ、とはいえね、2万八千のコールにまだ2600枚とか、 なんだろうね、計算上残っているというところなので、まあ、そう考えればね、2万8000電も上はあまりないのかなというところ。なので、アムロは今のあたりでもうね、2万7600円、700円ぐらいで決着してくれればいいよという形で、最後ね、S 級に臨んでるというようなバランスに私は見ています。 はい、えー、最後先物です。今日日経平均プラスの1.08%、トピックスはプラスの0.94%ということでしっかりと上昇しましたが、えー、ラージプラスミニの日経平均型先物3348枚の売り越しで、トピックスの方が1999枚の買い越しで、合算すると1349枚の売り越しという1日になっています。なのでまあ先物は、えっとね、売りの方が多くって現物の方で上げたという感じにはなっています。 で、個別で見ると、買い方の方が、JP モルガンが1074枚、それから、えー、バンクオブアメリカ、えー、メリル・リンチですね、こちらが1898枚の買い越しというところで、まあ、普段チェックをしているようなところは大きな動きは出ていないのかなと。で、売り方の方も、えー、BNP が1300枚とか、UBS が1200枚というところで、そこ以外はね、目立った大きな売り買いが立っているところはないなというところですね。ゴールドマンも、まあ、昨日買ってきたんですけど、今日は506枚の売り 越しになっててまあまあね、これ、あの月か水で合算すると、ほぼチャラということになってますし、えっと、JP モルガンだけが昨日に続いて1000枚買ってきてますけど、月曜と火曜でこれ、チャラですからね、まあ、週3日で見たら1000枚の買い越し程度ということで、あとクレディ・スイスも今日はほとんど動きが出てない、なので、先物の,の今日の動きだけ見ると、まあ、ほとんど、ね、動きは出ない一日だったかなという気がしています。はい、それではここからは今日の着眼点ですね。 え今日はニューヨークダウンの先物、冷足と一目均衡表の方をチェックしておこうと。で、日経平均の EPS がね、ソフトバンクグループの決算でどう動いたか。あとは、昨日に引き続きトピックスのグロースバリュー指数の方はどうなったかと。まあ今日ね、日経平均上昇してますから、今日ようやくグロースが回復したのかどうかと。で、まずニューヨークダウンの先物の,の冷足ですね。これは、えっと今日2月の えー、9日の今21時20分ぐらいに撮ったスクリーンショットになっています。で、ここですね。えっ、ー、と、ナイトに入って、先物は非常にまだ好調で上げているという形になります。 で、まあ、修練しているとはいえ、5日25日、50、75と、冷やしのチャート、あ移動平均線ね、一旦今日のナイトの時点で抜いてきました。なので、この200日をね、割るかどうか、ここがね、かなり瀬戸際っていう話をずっとしてたんですけれども、まあ、なんとかこの20、あ200日をそこに反発したのが昨日で、今日も引き続き、その後、少し上昇してきているというところなので、まあね、この200日を一旦こう、 そこにまた戻してきたというところで、ニューヨークダウは、またね、まだレンジですけれども、少し安心な形、モメンタムもかなりゼロラインよりも上で、えっと、推移しているんですよね。ですから、まあ、比較的強めの戻り基調になってると。で、25日とか、このあたり全部上ですから、日経平均よりも一段とね、形はいい形ということですね。 で、一目均衡表の方でも同じくね、ニューヨークダウンの先物を見ておきますが、えっと、もうね、基準線は超えています。さっき日経平均は基準線をまだね、下にいて下がってくるよという話をしていました。で、同じようにニューヨークダウンも26日がここですからね、地高線見ても今度こう下がってきますので、えっと、基準線は下がってきます。 でも逆に転換線は少し上がってくるので、そうすると、まあ、基準線が下がってくるとはいえね、転換線が基準線を上抜くゴールデンクロスになる。そして、えっと、このロウソク足ももう雲がね、薄いので、えっと、ちょっと上昇すればこのまま抜けていくということで、この一、えっと、一目均衡表から、もうね、あの、二つの役が交転すると。で、あとは、えっと、最後この、 地高線がローソク足を抜けばいいんですけど、ちょっとまだね、距離と冷やし。横に行く場合はちょっとね、日柄があるし、上に行くにはもうちょっと上昇しないといけないし、ということなので、まあ、まずは転換線が上抜く。そして雲を上抜く。 で、最後に、えっと、このね、地高線が上抜けば、三役高転ということになるということなので、まあ、もうちょっとね、あの、来週、まあ、だからやっぱり CPI になってくると思います。CPI の後、こうね、じりじりっと上がるような動きになれば、ニューヨークダウはまたこの高値に向けて少し戻していくという形になって、まあ、日経平均よりもね、随分といい形になると、羨ましいなという形ですね。で、MACD も、えっと、日経平均よりも1日2日早く要点サインが出ていて、その後しっかり ありという動きになっているので、引き続きニューヨークダウは cpi でね。変な下落にならない限りはあのねまあ、決算が今のところね。全体的には順調ということなので、まあ、今日も底堅いのはそういうところかなという気がしています。で、日経平均の eps です。もうね。心配した通りのことが起こりました。まあ、ソフトバンクグループの決算。まあこれね。多分これ。今日も入ってると思うんですけれども、えっと入ってなかったらね。ちょっとあのここがあの。 ね、説明がつかないんですけれど。まあまあ、あの、いずれにしても事実としては、今日80円近く EPS が下がりました。ですから、まあね、今日300円ぐらい上昇したんですけれども、PR はまた一気にね、14倍に近づくようなところに来ています。で、このね、80円下がったってのはもう11月8日と全く同じですね。11月8日もソフトバンクグループの決算の後、EPS が75円ぐらいドーンと下げて、 で、その後株価もね、まあまあもちろん EPS が下がったから売られたわけではないんですけど、それだけではないんですけどね。ただそっからまた難聴になって一旦下がって、で、11月の中旬に向けて戻して、で、そこからオミクロンショックでダーッとね、2週間かけて、12月の1日まで、 ガッと11月下げたっていうな流れになっていくんですけれども、まあやはり EPS が下がってくると、基本的にはやっぱりね、上値が重くなってくると。で、これ2004円ですからえ、大体ね、もう、あの、去年の12月ぐらいから日経平均は、えっと、買われても14.2倍ぐらいまでっていう流れで来ていて、そうするとね、2004円の14.2倍って、まあ単純に掛け算すると28,456円ということで、まあ28,500円の節目。 ね、こっから、今のところからだいたい1000円ぐらいしかえ、バジェットというかね、上昇余力がないっていうのが、まあ EPS からもね、出てくるので、まあやっぱりちょっと決算で EPS がまた2000円をね、割るかもしれない水準まで下がってしまっているというところで、うん、まあちょっとね、まあこれだけではないにせよ、ちょっと上値が重い、また一つの要因が出てきちゃったかなという感じがしています。 あとは、えっと、トピックスのグロースバリュー指数ですけれども、今日は株価が上昇したんですけれど、えっと、やっと、またね、反転上昇してきました。ただ、1月以降ですね、この、戻して、上に行くかなっていう期待のここですよね。と、えっと、ここの戻りですよね。ただ、その後ね、これ1月はもう2回、1月から2月にかけて、このグロースバリューがね、2回上昇するかなと思って、違うよ。上昇するかなと思って違うよっていう形で今ずっと来てると。 で、今は株価が戻してるんですけど、昨日まではね、これダイバージェンス的に、えっと、グロースバリューは引き続きずっと下がっていたので、上値が重いかなというふうに見ていたんですけど、まあ今日は上昇して、グロースバリューが反転してきました。ですから3度目の正直でここ上に行くのであれば、ちょうどね、これ下げてきたラインを今日、ちょうどね、抜けてくるようなところまで来ましたから、この、ここを抜けて、 グロースバリューも抜けてということになると、一旦またね、この高値に向けて少し戻してくれるかもしれないっていう、慈愛に変わってくる可能性があるので、まあ引き続きグロースバリュー見ていきますけれども、まあちょっとね、今まで2回、2度あることは3度あるとも言いますから、えー、ちょっとね、こう、まだまだ安心せずに見ていきたいかなと、ここでまあ跳ね返されることは十分あり得るので、まあそういう形で見ておこうと思っています。はい、まとめですね。ニューヨークダウは200日をそこにしっかりと反発してきました。ただ E、PS は今日の時点で、80円近く下げてしまったとでトピックスのグロースバリューは今日は逆に反発してきた。ということで、まあやはりね、こう、上と下が両方混在していて、分かりにくい相場。で、引き続き、決算に今は左右されてると。で、アメリカが堅調なので、まあそこはね、少し安心感が出ていると。 で、日経平均はそれにも、それにもよって、そこがたいところはありますけれども、え、上値も重いということで、いよいよ25日戦と、それから一目均衡表の基準戦に、まあ、タッチすると。 で、どちらも、25日はもうずっと下げてますけど、基準線の方も週明け火曜日ぐらいから下がってきますから、まあその中できちっとね、上に抜けていけるのかどうかと、跳ね返されるような流れになれば、そこからまたね、弱含むという展開十分あり得るので、まあその起点もおそらく CPI だと思います。CPI で、ね、明日の22時半、 以降に大きく株価、まあ、動くかどうかわかんないですけど、方向性がやっぱり出てくると思うんですよね。引き続き、えっと、上昇して戻っていけるのか、まあ、ここでね、またムードが悪くなってっていうのは、やはり CPI によって動きが出てくるので、まあ、そうすると、まあ、連休前のね、SQ でもありますから、ちょっと CPI 発表までは静観が妥当な感じかなという気はしております。 はい。ということで、いかがだったでしょうか今日はまたね、あの、明日というか、まあ、SQ が決まりますから、え月に1回だけ。 え、毎回新しい現月になるときに、私の方では初日のアウトストラングル作戦というものをご紹介しておりますので、まあ、この後またちょっとね、告知を流させてください。実はもうね、3日前ぐらい、先週ぐらいから全然告知はしてなかったんですけれども、すでにね、初日のアウトストラングルがポロポロとまた購入いただけているということで、また新たに3月切りからね、チャレンジをしてくださる方がね、仲間が増えて嬉しいなと思ってるんですが、1点、えっとね、今回は、えっと、さっき も言ったように CP、えっと、に CPI が SQ のありますす夜ですねしかも日本は翌日お休みで3連休ですから、まあ、非常に SQ、えっと、CPI で大きく動いても、オプション自体はこれ、ね、あの全然動かせないですから、なのでね、ちょっと早めに入れるっていうのはもうちょっと避けた方がいいかなと。もう慌てずね、来週の月曜日、CPI の結果を踏まえて前、全場落ち着いてから初日のアウトストラングルを入れるで。 全然いいと思うので、ちょっとね、今回から始めっし、始めていただく方は、ちょっとね、そこ注意をしてみていただければと思っております。 はい。それでは初日のアウトストラングル作戦という戦略について少し紹介させてください。これはオプション初心者の方向けにファーのコールとプットを売るという、まあ、いわゆるショートストラングルの戦略のことです。まあ、あの、これずっとノートの方で連載している記事なんですけれども、無料版の方では概要をしっかりと説明していて、で、有料版で毎月具体的なデータとともに実践記事を公開しているというふうな形になっています。で、毎現月ですね、日経平均がここまでは上がらない だろうもしくはここまでは下がらないだろうというポイントを考察していますですので SQ が終わって新しい元月になった初日にその位置のコールとプットを打って でししっっかりととと利益を取っていきましょうというこでですねでコールとプットの裸売りを2枚仕掛けるという作戦ですから、まあ、当然危険な部分はありますありますがそれゆえにロスカットをしっかりとしましょうそういうルールをしっかりと記事にして書いてますしあとは買いと組み合わせることによって、まあ、最近証拠金高いところをしっかりと抑えながらですね初心者の方でも安全に取り組んでいただけるというようなところまでしっかりとケアした記事になってますで具体的にまあ毎 毎月どんな表が公開されるのかというと、まあ、今これ去年の分なんですけれども、まあ、こういった形で毎元月ごとに更新されたデータっいうのがアップロードされますで私自身ですね、まあ、この作戦で毎月5万円から8万円ぐらいをしっかりと、まあ、コールとプットの売りで取っているということですねでそれを元手にちょっとこう攻めた戦略のスプレッド、まあ、デビットスプレッドとか、えー、コールバックプットバックみたいな形のスプレッドを仕掛けるその元手にしていますで、まあ この動画の概要欄にリンクを貼ってますので、まあ興味のある方はですね、まず無料版の方の記事を読んでいただけるとありがたいなと思っています。で、まさに今 SQ が終わって新しい現月が始まるというようなタイミングですから、まさに今仕掛けることのできる戦略ということなので、まあぜひ初心者の方にトライしてみてほしいなと思っております。 はい。いかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを。そして、毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それから明日ですけれども、ちょっと仕事で夜遅くなりそうなんですね。ただ、えー、関東地方、雪という、あの、<laughs> 予報もあり、雪でそもそも行けなければ、私家にいるので、今まで通り出せるんですが、ちょっとね、あの、 会社に行けるのであれば夜帰ってくるのが遅いので、えっと、この動画はえっと11日の金曜日にね、あの、配信をさせていただくということになるので、ちょっと遅くなる分ご容赦ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね